フォルテ。おはようございます、長フォルテです。シャキーン。本日はフォルテジャズに挑戦してみたー。大丈夫かな。今日はですね、新しいことに挑戦してみようということで、ジャズに挑戦してみようと思います。私は今までクラシックばっか弾いてきたので、ちょっとジャズのリズムとか、あの指の動かし方とか、まあ、特にリズムが苦手なんですね。だけど、あの前回バズるピアノの楽譜を紹介した時にちょっとジャズの部分があったので、それを弾いた際に皆さんからもっとジャズ弾いてくださいよみたいな感じでコメント欄で言われたフォルテはちょっとやってみようと思ったわけです。優しいお目目で見守ってください。というわけでね、前回バズるピアノという楽譜を紹介したんですけども、同じシリーズではないかもしれないんですけども、ジャズルピアノっていうのがありましたので、ちょっとねゲッチュしてきました。このねジャズルシリーズ、この3個あったんですよ。ジブリのジャズ、うん、ジブリジャズ、おいいですね。華麗にジャズバケ、テレビ名曲1000、テレビ CM でおなじみのジャズ、そして俺が今食べたいのはアイス。はい、というわけでね、まあ、このような感じで演奏も滑らないようにやっていこうかなと思います。私はねジャズが苦手なので、あのこの CD とセッションアドリブいらずのっていう言葉を書いてあったので、ちょっとねあの選んでみました。はい、というわけでまずはちょっとね、あの有名なクレオパトラというものをちょっと軽く弾いてみたいなと思います。でね、これね実はね模範先生がいるんですよ。模範演奏の先生が、聴いてみましょう。パッパッ、あーリズムが難しい。最初のズッチャズッチャはいいとして、和音はメロディーのところ、あ、違う、ドティテティッド、難しいですね。ちょっと練習してみます。練習グッドでした。まあね、ちょっとね僕ジャズ苦手なんですけども、とりあえず楽譜が読めればジャズっぽいのはね楽しめれました、ね、リズムがやっぱりね普通の楽譜とは違うので、ジャズの楽譜なので、僕は天才ジャズピアニストかっていう気持ちになりました。まあこれはねお家での気持ちの話です。今のこの状態で僕はジャズバーに行くとね大変なことになっちゃいますので、もうちょっと練習して挑戦してみたいなと思います。そうですね、次弾いてみたいなと思ってる曲はジブリ。もうジブリやってみようかな。あの大好きなんでね、僕もジブリがね。このジブリの楽譜の中にはいろんなものが入ってます。風の通り道だったり、崖の上のポニョだったり、いつも何度でもだったり、人生のメリーゴーランドだったり、たくさん入ってますね。せっかくだったらね人生のメリーゴーランド弾いてみようと思います。ちょっとねあのリズム慣れてないのでね、ちょっとまずは耳からということで模範演奏を聴いていきたいなと思います。ちょっと待て待て、いきなりリズムが全然ね、あのイメージしたのとジャズでしたのでね、あの裏拍にズッドーンっていうのが入ってくるので、ちょっとね、パニックになってましたね。ちょっと弾いてみましょう。パパーパパン、1、2、あー、うん、難しいですね。こうね、良くないですか。なんか自分もね最初練習してる時はほんまになんか心配だったんですよ。1、2、3、1、2、3ってね数えながらやってたんですけど、そのね裏を CD 伴奏が補ってくれるので、結構ね弾きやすくてテンションも上がりました。まあせっかくだったらねジブリ以外の曲もちょっとやってみましょうか。この焦点のテーマ、チャンチャカチャカチャカ、
チャッチャッ。このジャズルピアノの難易度は結構難しい。なんでかと言いますと、ジャズの初心者にとってはね、結構リズムが難しいと思いました。あとね、譜読みに関しても、まあ楽譜に慣れてる人にとってはまあいけるかもしれませんが、あの普段使わないような音とかがね出てくるので、ちょっとね慣れるまで時間がいるかなと思いました。まあシーリとセッションとかね、まあテンションを変えつつ遊んでいけるかなと思います。まあ飽きない、それがね最もね僕の中でねジャズをねちょっとやってみようと思ったきっかけでしたのでね、はい。テレビ CM でおなじみのジャズ、はい、これはねクレオパトラの夢だったりとか、テイク5とか、まあめっちゃ有名な、ね、ジャズ曲がたくさん入ってるのでね、こっちもこっちでねありですね。これはね吉本新喜劇のテーマだったり、アンパンマンのマーチだったりね、あとは今日の料理テーマだったり、あとはなんか徹子の部屋だったりとか、まあさまざまなね有名なテレビの曲が入ってます。まあこれね全部ね、あの特色が違うので持っとってもいいかなと思いました。まあ楽譜なのでね、皆さんもジャズに挑戦してみようというわけでね、新たな発見が出るかもしれません。この動画を見たあなたがもしかしたら世界的なジャズピアニストになってるかもしれません。僕は趣味程度にこれからも頑張っていきたいなと思いますのでね、まあもし好評でしたらちょっとねジャズ頑張って仕上げてみたいと思います。というわけでここまで見てくれてありがとうございます。よければチャンネル登録してください。というわけで皆さんバイバイ。見てくれてありがとうね。よければグッドを押してて、なんならチャンネル登録してね。ボリマッチョ、ソソマッチョ、マッチョマスマスボーイ、マッチョ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 。マッチョが大好きで。